江戸川来ちゃいました。ここで浮かべるの初めてですね。おかっぱりで釣ったことあるんですよ、松戸のクリークでね、江戸川水系の。なので、まあ、釣れるってことは知ってたんですけど、まあ、最近その SNS とかを見てたらなんかめっちゃ釣れてるというのを見まして、スモールも釣れてるしラージも釣れてるし、まあ、SNS ってね、まあ、本当かどうかわかんないんで、まあ、その答え合わせをねしようかなと思って来ちゃいました。まあ、江戸ですよね、まあ、言っても江戸川、東京ですよ。東京でねそのバスが釣れるっていうのはねすごいことですよ。こんな時代になっちゃいましたから、観光資源っていうのをねうまく見つけていかなきゃいけないということで、近場のレジャーとして江戸川を楽しみつつも、いつかね世界からアウトドア好きの旅行客がね来れる日のためにね、種まきをするっていうことも日本経済のためには大事なことだと思っているんです。マジで私はね、ステラを10個ぐらい爆買いする海外の観光客を見たことがあるんですよ。東京でね、バス釣りをバズらせて、釣りをね、また爆買いしてもらいましょう、いつか。という感じで、インバウンド需要にマッチングするんじゃないかと思いまして、今日はね、もし釣れたらね、まあそういうね、観光資源としてのね、可能性もね、探っていければいいなというふうに思ってます。まあ、ただ浮いてみて分かったんですけど、意外と難しいですね。まあ、流れが全然ないですね。もう少し流れがないとちょっと何かが起こる気がしませんね。タイダルっぽいねこう水の動きが出てきた時がやっぱチャンスなのかなっていう気がしますが、偵察がてらやっていこうかなと思います。まあ、ちょっとね水が悪いですね。水が悪いんですけど、超緩い流れが当たって、まあ、ブレイクってことでこの辺からかな。見た目評価は高いですね、ゴロタ。流れがねもう少し当たってたらここはいそうな気がするね。食った、食ったよ。スモールだな、スモールマウスがいるね。あはははいるね。いや多分典型的なチビスモールのあたりがありましたね。チビスモールやりますか。インチでちょっとこの姿をねちょっと見たい。いやおっと、スモールはチビスいるね、やっぱねいるね。これは狙って取れますね、やつらは。ちょっともう一回上から流しましょう。違うか、こっちか、こっちの方が釣れるのかな。いやここね、もういい、いいね、いいけどちょっと見極めも必要だな、これ。また帰りに来よう、一回ね。めっちゃいいポイントじゃんこれ。ブレイクで流れ当たってゴロタ、ここ絶対いるよね。これはね、アオウオとかそういうやつですよね多分ね。でかい何かがいる。ちょっと初場所ゆえにね、ちょっとすげえいいとこなのに攻め方が分かんないですね。だよ。もう一回食え。これスモールだね。いやもうポイントはねいいんですけどね、いかんせんなぎすぎますわ。逆サイ行きましょう。逆サイ、逆サイだな。これ網だな多分な、この感じはかな。
ったな。いやちょっと作戦立てましょう。作戦を闇雲にやってても多分ダメ。狙って釣るとなるとカレントがね効いてるとこじゃないとなかなかね反応がない感じがしますので、まあそういうねなんかいい場所っていうのはね3カ所ぐらいしかなかったですね。なのでもう時間もね限られてるんで、そこまで戻ってちょっと粘った方が結果ありやすいかなと思いますので、一旦戻りましょうということでね戻ってきました。この辺を狙っていくんですけども、やっぱちょっとセコリグで確実に行こうと思います。インチ山線香はねチェイスあったんですけど結局食わなかったんで、まあ同じセコリグということで 2.4 インチレトレーターこれでね、ちょっともう終始いっちゃおうかな。食ったっぽい動きが、食った、いや食ってんな、こんな食ったって 100% わかるな。何年釣りやってると思うんだ。あ、厳しいですな。食ってるよ。よっしゃ、ちょっと待って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 、ちょっと待って。おいおいおい、オッケーオッケーオッケー。おい、ちょっと待って、ちょっとポジションが悪い、ポジションが悪いぞ。ちょっと、保ね、保ね、丁寧に行こう、丁寧に行こう。貴重な、よっしゃ際どい戦いでしたけど、コンディションはいいね。いや粘った甲斐がありました。いや、いるんだよね。いるのは分かってたんだけど。いや、でも、コンディションいいね。そんな悪くないよ。まあ、サイズはね、こんな感じですけど、もう、肉付きはね、すごい、うん。いや、エトガは、やっとなんとか、なんとか見える形が残せてよかった。27かな。いやでもこれはね、まあ、小さな一歩ですけどもアピールできるんじゃないでしょうか。じゃあね、インバウンドの方に向かってねちょっとアピールしましょうか。 Hey you guys, Hey you tourists, It's possible to catch black bass in Tokyo, Stay visit ってな感じでねアピールしましたよ、小池さん。いや小池さんはちょっと待てよ、相手が悪いな。いやちょっと小池さんにアピールするのはちょっとまずいな。変な条例作られたら大炎上しちゃうねこれね。いやありがとう、デコるのとデコんないとじゃね運命の差なんで。じゃあね、ナイス。まあ、という感じでね、まあ、江戸川初めてねカヤックで浮いてみましたけど、まあ、おかっぱいでやったことあるんで釣れるのは知ってたんですけど、まあ、こうやってね、まあ、狙ってカヤックで釣れるのは一つね、まあ、何か新たな可能性をね
感じる川ですわ、ここ。もうなんてさ、東京っすからね、首都ですよ。まあ、やっぱ首都でね、ブラックバス釣れるっていうのはね、感慨深いもんがあります。おや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 、あれ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 、すいません、東京って言ってね、アピールしてましたけど、重大なことに気づいてしまいました。ここまだ埼玉っすね。